烏丸御池駅から徒歩1分、気軽に昼飲み、ジャンボブロシェット、洋風の串焼き、お、こっちは前菜付き、美味しそうなんで入ってみますか。実は表のメニューから決めてました。前菜付き選べるブロシェット3本セットで、ブロシェットはお任せでお願いいたします。最初はさつまいものポタージュスープですね。いただきます。クリーミーでさつまいもの上品な甘さがいいね。お、楽しみにしてた前菜盛りが来ました。左上が京都ポークのパテドカンパーニュ、右上は京都ポークの自家製ハム、左下はサムライオイスターという播州赤穂のブランド牡蠣、そして右下は京都ポークのリエット。まずはパテドカンパーニュから。いただきます。肉肉しくてコクもあるお味。ハムは京都ポークの甘みを感じるね。パンに乗ってるのがリエット。細かくした豚肉を塩とラードで煮込んでペースト状にしてある。凝縮された豚の旨味と塩気の強さ、ピンクペッパーのアクセントがパンとの相性抜群。パンは烏丸にある花籠さんという人気のパン屋さんのものらしく、もっちもちのバゲット、マスタードとハム合うね。もともとしつこくない京都ポークやけど、よりさっぱりといただくのも美味しいね。パテには粒マスタードもつけて、コクのあるパテにプッチプチ食感と酸味、いいね。そしてアコウのサムライオイスターなんて爽やかな牡蠣、プリッと弾力があって臭みが全くなく、濃厚なコクと風味、これは前菜付き選んで正解やったね。こちらのお店は今年で12年目、店名のブロシェットとはフランスで串焼き料理のことで、語源は小さな剣。店主の西川さんはソムリエでもあるらしく、パテや串焼きに合うこだわりのワインが揃っている。こちらの串焼きは厳選した具材を本場より少し小さいサイズに切り、最高級の備長炭を使って焼き上げるというところが特徴だそう。メインが来ましたよ。おほほほほ、おいしそう。串は手前からエビとアボカド、和牛ハンバーグ、そして丹波地鶏と玉ねぎとパプリカ。早速串から外しちゃってますが、そこはお好みで。アボカドですね。いただきます。しっかり焼いてアクの抜けたホクホクのアボカドにパプリカやアーモンドのソース、コクと酸味と炭火焼きの香りがええね。プリッとしたエビちゃんも間違いないね。こちらはズッキーニのオムレツ。これまた美味しい。シンプルに美味しい。サラダのドレッシングには
くるみオイルや玉ねぎを使ってるらしく、酸味があってあっさりしてて食べやすい。さて、和牛ハンバーグは可愛らしいサイズ感やね。いただきます。可愛らしい見た目に反して肉肉しくて美味しい。自家製デミグラスソースも濃厚。花かごさんのバケット来ました。もちろんデミソースと絡めるよね。よく合うわ。ハードなバケットやのにもちもちしてて、ずっしりしっとり詰まってるというか、初めての食感。夜はこれを備長炭で焼いてチーズのソースをかけるメニューもあるとか。食べたい。玉ねぎは甘い。フレッシュトマトのソースはさっぱり爽やかで、パプリカはこれも甘くて美味しいね。丹波地鶏はジューシーやね。炭火の香りもそそるし、最初がコクのあるパプリカソース、次が濃厚なデミソースときて、こちらがさっぱりトマトソースというのもバランスよし。パンでさらえて最後まで美味しいね、このパンは。食後はホットコーヒーをいただきました。満たされる。幸せ。いや、美味しかったです。ごちそうさまでした。お料理もお店の雰囲気も店主さんの感じもいいし、夜も来ちゃおう。